俺はカオルくん。ダイエットのしすぎで顔だけになってしまったカオルくんや。体がなくなったせいで顔が肥大化してダイエット前より体重が重いのは俺とみんなだけの秘密やで。お、こいつはフィリバスター Y やな。こいつは宇宙編の裏ボスやったのに俺らワンコ軍団を裏切ってニャンコ軍団に入った最低なやつや。でもなんかニャンコ軍団に入って性能が大幅にダウンして昔のような圧倒的な破壊力はなくなったらしいな。昔のような力がないなら俺、カオルくんでも余裕で倒せるぞ。すぐにあの世に送ってあるから覚悟せよ。行くぞー。うわー、この裏切り者が。あー、いや、ニャンコ法で倒すんかい。大狂乱の天空の猫、こいつを倒してくれ。はーい、任しとき、カオルくん。俺は大狂乱の天空の猫。ニャンコ軍団を裏切り大狂乱となることで攻撃力と射程がアップし、放たれる光弾は巨大都市を一瞬で焼き払ったと伝えられる天空都市型ニャンコや。俺、大狂乱の天空の猫の圧倒的なビーム攻撃でヘッポコニャンコ軍団を焼き払ったるわ。私は猫カンカン、過激すぎる踊りで某ダンススクールを退学になった挑発的かつ刺激的なダンサーや。おい、大狂乱の天空の猫、お前の頭のブロッコリー収穫したるわ。いや、やめろ。おい、猫カンカン、助けに来たぞ。僕はフィリバスター Y。 猫が強そうな塗装をしてくれたが性能は据え置きな。宇宙の果てで本来の力を失った謎の生命体や。今日はどんなやつが相手なんかな。めちゃくちゃ楽しみやな。何この生き物、頭にブロッコリーついてるねんけど。いや、ついてないわ。確かにブロッコリーっぽいけど多分ブロッコリーちゃうねん。ちゃんと見たら株にも見えてきたな。大きな株や。いや、株ちゃうわ。てか一旦その俺、大狂乱の天空の猫が野菜に見えてくるのやめてくれへん。しゃーなしな。いや、なんでやねん。オクルツ参上、究極戦士コスミックコスモン、銀河の果てまで光り差す道となれ。宇宙の力を今解き放つ。ファイナルコスモミラクルコスミックフラッシュ。いや、攻撃モーション長いねん。めっちゃダサいし。あー、ダサくないわ。俺、究極戦士コスミックコスモの必殺技はめちゃめちゃかっこいいわ。てか、お前大狂乱の天空の猫みたいなブロッコリーにダサいとか言われたくないわ。はあ、ブロッコリーちゃうわ。もう絶対にお前ら許さん。ブロッコリーとか株とか意味わからんことばっかり言ってきやがって。全員あの世に送ったるわ。行くぞー。うおー、全員焼き払ったるわ。あー、バルス、今バルスって言った。問題です。飛脚猫とブラックサイクロン、勝つのはどっちでしょうか。正解は飛脚猫でした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺は断面の王ダーク炎、不条理な運命の輪を憎しみの力で断ち切る激しい怒りの炎で灰から蘇った幻のニャンコや。俺、断面の王ダーク炎は必ず敵の動きを遅くし小烈波を放つ能力がある。この能力と黒鳥の御霊ダークの力で狂乱の猫がボスの暗黒脅威超激ムズを攻略していくで。何調子乗ってるねん、断面の王ダーク炎。俺は狂乱の猫、ニャンコ軍団を裏切り狂乱となることで破壊的な攻撃力と圧倒的な体力を手に入れたニャンコや。おい、断面の王ダーク炎、お前らの鈍足能力はめちゃくちゃ厄介やけど、妨害系の能力を持つキャラはステータスが低い。そのステータスじゃ俺、狂乱の猫は倒されへんぞ。それはどうかな、狂乱の猫。俺ら断面の王ダーク炎と黒鳥の御霊ダークの真の力を見せたるわ。行くぞ。あー、シールを直接攻撃された。狂乱の肝猫、あとは任せた。はーい、任しとき、狂乱の猫。俺は狂乱の肝猫。にゃんこ軍団を裏切り狂乱となることで波動をマスターした遠くの敵を攻撃できる遠距離型にゃんこや。俺、狂乱の肝猫の波動攻撃でどんなやつが来てもぶちのめしたるわ。お前はね、狂乱の肝猫。私は黒鳥の御霊ダーク。愛しい人との思い出に今も囚われ続ける失った愛を探しさまよう未亡人だよ。私、黒鳥の御霊ダークは属性を持たない敵に打たれ強く、必ず動きを遅くし攻撃力を下げる能力に加えて波動無効の能力があるの。だからあなた、狂乱の肝猫の波動攻撃は効かないんだから。なに、波動無効の能力あるんかよ。セコすぎるて。でも俺、狂乱の肝猫はニャンコ軍団を裏切って狂乱になることでステータスも上昇した。砂ぐりで全員ぶっ倒したるわ。行くぞ。うわー、キモキモアターク。あー、
こいつら化け物かよ。さすがやな国鳥の御霊ダーク。やっぱ俺ら断面のダークフォノーと国鳥の御霊ダークのゴリゴリ相手の動きを遅くして倒すコンボは最強やな。そうだね断面のダークフォノー、このまま狂乱の巨神猫がボスの我を忘れた猫超激ムズを攻略しちゃおう。そうはいかんぞ断面のダークフォノーと国鳥の御霊ダーク。俺は狂乱の巨神猫、にゃんこ軍団を裏切り狂乱となることで超絶破壊力&強靭な体力を手に入れ、超遠距離の波動を放つことができる最高級のにゃんこや波動で全員蹴散らしたるわ。行くぞー。うおー、巨神アタック。あー、どっちも波動向こうあるの忘れてた。鈍足コンビが最強や。2万人が投票したにゃんこアンケートの結果発表。白無垢の御霊と漆黒の魔女ダークキャスリーはどっちが強い？漆黒の魔女ダークキャスリーの方が強い。みんなのコメントはこんな感じ。毎日アンケートしてるから高評価と投票よろしく。俺は大狂乱の向き足猫。大狂乱となることで体力と波動攻撃が強化されたが人気が大幅ダウンしてしまっている。筋肉美が自慢の遠距離型キャラや。って俺の説明欄に書かれてるねんけど、人気が大幅ダウンってどういうことやねん。どう考えても狂乱の美脚から進化してもっと人気になったやろ。マジでふざけんなよ。みんなこのムキムキな足の虜になれよ。僕は猫タコツボ。テレビの企画、大ダコ捕獲作戦でタコツボに潜んで以来、心地よいぬくもりの虜になったニャンコや。おい大狂乱の向き足猫。僕はお前の波動を打ち消す能力を持ってる。この能力でお前大狂乱の向き足猫を圧倒してやるわ。ほてお前は美脚猫より人気ないわ。ゴリゴリすぎやねん。あ、ふざけんなよ猫タコツボ。お前みたいな気持ち悪いタコ野郎にだけは言われたくないわ。間違いなく俺大狂乱の向き足猫よりお前猫タコツボの方が人気ないから、マジで勘違いすんなよ。いや勘違いしてるのはお前や。調子乗んなよムキムキ野郎。おい猫タコツボ助けに来たぞ。俺はテサランパサラン。猫なのか何なのか全く正体不明の謎のキャラクター。なんかお前ら大狂乱の向き足猫と猫タコツボでどっちの方が人気か競ってるらしいな。まあお前らの人気なんかどんぐりの背比べや。こん中やったら余裕で俺テサランパサランが人気ナンバーワンやな。いや勘違いすんなよテサランパサラン。百歩譲って猫タコツボには人気で負けてるかもせえへんけど、お前テサランパサランだけには絶対負けてないわ。どっから来るねんその自信。びっくりするわ。おいみんな助けに来たぞ。俺はテサランパサラン。猫なのか何なのか全く正体不明の謎のキャラクターや。お前らはもう俺ケサランパサランが言いたいことわかるな。俺がこん中で一番人気や。いやそんなわけないやろ。お前ケサランパサラン鏡で自分見たことあるか。めちゃ気持ち悪いぞ。マジで勘弁してくれよ。はあ、俺ケサランパサランの魅力がわからんとかまだまだお子ちゃまやな大狂乱のむき足猫。いやどっからその自信出てくるねん。その自信俺にもあげてほしいわ。俺トゲランパサランが人気ナンバーワンだよ。いやまたルガ族来たよ。俺アシランパサランが一番人気や。いやまた来たよ。俺クビランパサランが一番や。いやどんだけ出てくるねん。世界滅亡してまうわ。まあもうこうなったらお前らニャンコ軍団を全員倒して俺大狂乱のムキアシネコが無条件で人気ナンバーワンになってやるわ。行くぞー。うわー、俺が一番や。あー、クソタレー。ルガ族が最強や。問題です。神様と鋼鉄の精霊鉄カッチン勝つのはどっちでしょうか。正解は鋼鉄の精霊鉄カッチンでした。正解した人は高評価とコメントで教えて。俺はレッドサイクロン。超高速回転による連続攻撃はいかなるものも寄せ付けない赤いサイクロンや。なんかまたニャンコ軍団のやつが第4形態になったらしいけど、俺レッドサイクロンがぶっ倒したるわ。やれるもんならやってみろレッドサイクロン。私はスペクトルキャット。あまたの顔を使い分け世界の秩序を乱す巨悪を追い詰めた真のヒーローだよ。私スペクトルキャットはエイリアンとは快適に滅法強く、攻撃力を下げて動きを遅くする能力がある。この力でワンコ軍団という巨悪を倒しちゃうんだから。いやどんだけ能力あんねん。妨害のオンパレードやないかい。どちらかと言ったらお前スペクトルキャットの方が巨悪っぽい能力してるて。まあなんでもええ、俺レッドサイクロンの回転攻撃ですぐあの世に送ったるわ。行くぞ。うおー、
クルクルアタック。ああ、大に強いがな。スペースサイクロン、あとは任せた。はい、任しとき、レッドサイクロン。俺はスペースサイクロン。近づくもの全てを崩壊させるブラックホールより生まれし恐ろしい宇宙のサイクロンや。俺スペースサイクロンはレッドサイクロンと違ってニャンコの攻撃力低下の能力と自分の攻撃力上昇の能力がある。この力でお前スペクトルキャットを倒したいところやけど、第4形態になっても可愛いしかっこいいな。いや、急に褒めてくれるじゃん、めちゃ嬉しいんだけど。スペースサイクロンはいつまで経ってもエイリアン妨害キャラに弱いよね。いや、ディスってくんなよスペクトルキャット。褒めたんやから俺スペースサイクロンも褒めろ。まあええわ、俺スペースサイクロンが力の差を見せつけて強制的に褒めさせたるわ。いくぞ。うおースペースクルクルアタック。あー、激強やん。こいつを倒してくれ、暴走の猫ムート。はーい、任しとき、スペースサイクロン。俺は暴走の猫ムート。覚醒を始めた強大な力、自らの制御も不能にし破壊の限りを尽くす。着ぐるみの封印から解き放たれ、再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。おいニャンコ軍団、お前ら第4形態に進化してくるなて。俺らワンコ軍団のキャラは進化とかなかなかできひんのに、お前らだけずるいね。確かにそうだね。暴走の猫ムート、暴走の猫ムートが進化したらどんな感じになるのかな。はよ進化させてくれ、いくぞ。うわームートムートアタック。あー、半端ないって。みんな私を進化させてね。チャンネル登録高評価よろしく。僕は猫いて座、展開で放つ流れ矢の被害が絶えず地上に追いやられてしまった星座にゃんこや。ちょっと流れ矢が当たるからって地上に追放してくるとか、ほんまひどい話やでな。まあ地上に来たおかげでにゃんこ軍団に入れて毎日楽しいからええねんけどな。たまに流れ矢当たってるねんって怒られるけど、このステージはにゃんこ軍団を壊滅させようとしてる新レジェンドブンブンが出てくるねんけど、僕の弓攻撃でボコボコにしたるから早く出てこい。俺は新レジェンドブンブン、古の地に踏み込み入れるものを容赦なく殴り続ける古代の番人や。俺の野望はニャンコ軍団を壊滅させることや。なんでニャンコ軍団を壊滅させたいかというと、こいつらニャンコは俺らが住んでる古代の時代から崇拝され、神のような扱いを受けてきた。これが納得いかんのや。特に力もないこいつらが崇拝されてるのが気に食わへんから壊滅させたいんや。覚悟せよニャンコ軍団。何ネタんでるねん新レジェンドブンブン。やっぱ僕ら猫いて座とか未来猫とか見てくれたらわかるけど、めっちゃ可愛いやろ。結局みんなから慕われ崇拝される存在は力の強さなんか必要ない、可愛さが必要なんや。まあ僕らニャンコ軍団は可愛さと強さを兼ね備えたエリートニャンコなんやけどな。おい猫いて座、私が助けに来た。私はギガントゼウス、創造の果実を手にし新たな世界を構築するマナの力を授かった行かれる全知全能の最高神。私は全知全能の最高神だが、妻が怖すぎて頭が上がらないよ。いやお前でかすぎて全然見えへんやんけ。もうちょっと視聴者のみんなのために気を使ってくれ。おいみんな助けに来たぞ。俺はパーフェクトアニビス、創造の果実に導かれ罪なき魂の根を断ち切る冥界を支配する新たな力を手に入れた死者の神や。おい新レジェンドブンブン、お前俺らニャンコ軍団を壊滅させようとしてるらしいな。そんなことは俺パーフェクトアニビスが絶対許さん。俺がお前を倒してニャンコ軍団を守ったるわ。え、なんでお前パーフェクトアニビスがニャンコ軍団守ろうとすんの。お前はこっち側やろ。いつも猫派犬派論争で争ってるやん。はよワンコ軍団来いよ。新レジェンドブンブン、お前の言ってることはめっちゃわかるねんけど、なんか手違いでワンコ軍団じゃなくてニャンコ軍団に入ってもうたんや。いやどんな手違いやねん、意味わからん。まあほなお前パーフェクトアニビスは俺らワンコ軍団の邪魔をするってことやな。それやったら遠慮なくお前もボコボコにしたるわ。いくぞー。うおニャンコを壊滅させろ。あー、クソニャンコめ。アヌビスナイス。あ、ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしく。
俺は狂乱のフィッシュ、ニャンコ軍団を裏切ったお魚さんや。俺はニャンコ軍団に入った時はいっぱい魚仲間がおった。でも俺はそいつらと慣れ合うのが嫌になったんや。だからニャンコ軍団を辞めてワンコ軍団に入ったんや。今日は前の仲間に強くなった自分を見つけてやるねん。僕はネコフィッシュ、見ての通りお魚さんです。今日はニャンコ軍団を辞めたお魚さんを引き戻そうと思います。一度辞めたお魚さんはプライドの塊なので引き戻すのは難しいと思いますが、頑張っていきましょう。いや、すごいパワーアップしてますね。これは僕たちじゃ厳しそうなので仲間を呼びましょう。ジャガンドージュニア、はーい、任せとき。俺は破壊神ジャガンドージュニア、悪魔界の破壊神の息子で、育ててくれたニャンコの元で働いてるんや。今日も頑張って敵倒すぞ。それじゃあどんどん攻めていきますか。いくぞー。うわー、城を攻め落としましょう。俺は超メタルカバちゃん、超メタルなカバや。俺はメタルなキャラやから、どんな攻撃も1ダメージしか食らわへんや。俺は狂乱のフィッシュが大好きやから、絶対にお前らに負けるわけにはいかへんのや。ありがとう超メタルカバちゃん、どんどん攻めて倒し尽くしてくれ。いや、ウェイトレスおるんかい。あんまりニャンコ軍団を舐めてもらったら困りますよ。ニャンコ軍団の恐ろしさを君たちが一番知ってるでしょう。それじゃあそろそろニャンコ軍団に戻ってきてもらいましょうか。いやだ、やめろ、やだー。チャンネル登録、高評価よろしく。俺は般若顔、呪われた般若の面をかぶって成仏できなくなったカオルくんや。俺は確かに成仏できなくなった。でもこの般若の面のおかげで最強の力を手に入れたんや。高いステータスと広範囲攻撃、攻撃力低下まで手に入れた。今は力が満ちてきて最高の気分や。どんなやつでもかかってこい。俺は猫国城、わてら敵に回すんやったらいくらでも相手したるで。上がりより熱いハートで吠える高級壁寿司や。俺は赤い敵に打たれ強い能力があるから、このステージのボス般若顔の攻撃を余裕で耐えれることができるんや。俺にかかればこのイノシシもウリ棒みたいなもんや。強がってんのバレてるぞ猫国城。確かに体力はありそうやけど攻撃力が全然足りてないようやな。火力がある仲間でも呼ぶんやな。よう般若顔、俺極炎鬼ニャンマがお前を吹っ飛ばしたるわ。覚悟せよ。おお、ニャンマか。ちょっとは火力あるやつ来たな。でもお前はただの単体攻撃の脳筋やろ。遠距離から地獄に送ったるわ。猫国城ニャンマ、助けに来たよ。私は炎帝のクー、不思議な妖術を使いこなす熱血ギャルだよ。てかこの般若のお面マジいくついいんですけど、マジパメ。何体集まっても結果は変わらんぞお前ら。女を倒す趣味はないけど全員ボコボコにして地獄送りにしたるわ。いくぞー。うおー、地獄の力見せたるわ。やっと成仏できた。チャンネル登録、高評価よろしく。俺はエイリワン、宇宙からの侵略者の手によって姿を変えられてしまったワンコや。我々我が口癖やけど集団行動が苦手なんは内緒やで。ほて、今日はニャンコ軍団が攻めてきてるらしいねんけど、俺らエイリアンは宇宙の力を持ってる。だから地球の猫だけで編成されたニャンコ軍団が俺らエイリアンに勝てるわけないんよ。圧倒的な力の差見せつけたるわ。え、これ猫？どちらかと言ったら我々エイリアンみたいな見た目してるけどな。でもニャンコの城から出てきたから猫なんか？まあようわからんけど俺エイリワンがボコボコにしたるわ。行くぞー。お前は何者や。破壊生物クオリネン、こいつを倒してくれ。はい、任せとき。エイリワン、俺は破壊生物クオリネン、地球を破壊する目的だけに送り込まれた超破壊生命体のはずが手違いで月に降り立ち、クレーターを作り続ける毎日を過ごすエイリアンや。まあ俺破壊生物クオリネンが一発でこいつらを天国に送ったるわ。こいつ強、反逆のバルキリー、こいつを倒してくれ。はい、私に任せて。私は反逆のバルキリー、踊り疲れたリスコの帰り、間違って持ち帰ってしまったワングリルの呪いによりニャンコ軍団に戦いを挑み始めた女神よ。私反逆のバルキリーがこのエレメンタルピクシーズ軍団を一掃してやるわ。やられた。暴走の猫ムート、こいつらを倒して。はーい、俺がやったるわ反逆のバリキリー。俺は暴走の猫ムート、着ぐるみの封印から解き放たれ再び世界を滅ぼすべく飛び立った猫ムートや。てかなんかこいつらやたら量多くない？絶対神様使ってるやん。まあ俺暴走の猫ムートが全員倒したるわ。いくぞー。うおー、エイリアンを舐めるな。あー、神様はチートやん。チャンネル登録、高評価よろしく。
私はガガガガ、自分は将来美しい蝶になるんだと期待してサナギから出てきたらガだったことにショックを受けたがよ。ちなみにこれをきっかけにグレた時期もあったけど現在は更生しているわ。出た謎の少女ユキ&ネコよ。こいつは消滅都市コラボのキャラで私ガガガガのような浮いてる敵に超ダメージを与えてくるわ。でも大丈夫、私ガガガガはガに生まれたショックを乗り越えたが謎の少女ユキ&ネコくらい余裕で倒せるわ。行くぞー。あーやっぱ蝶に生まれたかった。俺はワンコ、長崎県を守るワンコや。なんかニャンコ軍団にアヒルが仲間になったらしいね。ワンコ軍団にはアヒルンルンっていうアヒルがおったんやけど、ニャンコ軍団にヘッドハンティングされてしまったかもしれん。ワンコ軍団は絶対に裏切りを許さん。お前なんで裏切ったんや。え、俺はアヒルンルンじゃない。嘘をつくな。そんなメガネつけても俺は騙せんぞ。そのメガネの奥はつぶらな瞳やろ。まあええ、お前の攻撃は近接攻撃なのは知ってる。行くぞ。いや遠方攻撃なんかい。猫と飼い主はサバカもやっているフラッシュ。チャンネル登録高評価よろしく。